フィールズ K1 ワールドマックス2010アンダーセブンティキログラムワールドチャンピオンシップトーナメントファイナル記者会見に移ります。では早速選手に登場していただきましょう。中島裕樹選手、そしてアルバート・クラウズ選手の登場です。続いてはトーナメントファイナル16、山本裕也選手、佐藤義弘選手の登場です。ファイナル16、長島ジェイオズ雄一郎選手、アンドレ・ジダ選手の登場です。各選手に明日の大会への思い、そして決意を語っていただきたいと思います。では中島選手お願いします。明日、初代世界王者のクラウスと戦えることが楽しみだし、昔から見てる選手だったんで尊敬もしてるんですけど、明日自分を信じて全部出し切れば俺が勝つと思うんで、倒して勝ちたいと思います。ありがとうございました。では対するクラウス選手お願いします。 I feel very good. I trained hard and it will be a great fight tomorrow. I shall do my best. Thank you.明日の試合に向けてはとても激しいトレーニングを積んできて、コンディションも最高です。明日今までで一番いい試合を見せますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。トーナメントファイナル16、山本選手お願いします。試合前なんで今更何ってことはないんですけど、今日は公開記者会見ということで、たくさんの人がこうやって集まってくれて本当に嬉しく思います。こういうことから素晴らしい K-1 という競技がいろいろ広がっていけばなというふうに思ってます。今回の試合について、僕は日本トーナメントで1回死んだ身なんですけど勝てなかったんですけど、いろんな人のおかげで今ここに立ててるんで、本当そういう人たちに恥ずかしくないような気持ちを出して戦って、必ず勝ちたいと思います。
明日は、日本人ナンバーワンの佐藤義弘が倒れるところを見に行ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。では対する佐藤義弘選手、お願いします。皆さんこんにちは。愛を知る県、愛知県から来た佐藤義弘です。前回の記者会見での前に山本選手は僕に2連敗させてやると言ってきたんで、やれるもんのやってみろと、こっちも殺すつもりでいきます。ありがとうございました。ありがとうございました。トーナメントファイナル16、長島ジェイオンズ雄一郎選手、お願いします。全世界のアニメファンの皆様、おはようございます。僕の名前はジェイオンズ、長島ジェイオンズ。君と同じ仕組まれた子供、フィフスチルドレンさ。というわけで長島ジェイオンズです。どうもよろしくお願いします。今回ですね、めちゃくちゃ練習してきました。心技体全て変わってきたと思って、変わったと思います。なんで試合するのがめっちゃ楽しみです。とにかく最高の自分を出して最高の試合にする、それだけです。とにかくどっちが倒れると思いますんで、まあ楽しみにしてください。ありがとうございました。対するアンドレ・ジダ選手、お願いします。Bom, primeiramente queria dizer que estou muito feliz por ter essa chance de participar no GP do Karl Marx e vou representar muito bem meu país, o Brasil. E essa luta já tem um nome, né? Essa luta eu vou dedicar à minha mãe e vou dar meu máximo e tenho certeza que vou sair vitorioso amanhã. E é uma luta que não passa o primeiro round. Eu treinei muito duro para isso e vou buscar um nocaute a todo momento. E eu estou devendo isso, não estou devendo um nocaute para o público japonês.皆さんこんにちは。今回参加できて本当に光栄だと思ってます。マックスで一生懸命頑張りたいと思います。そしてこの試合は私の母に捧げたいと思いますので、リングの上で一生懸命戦って勝利を収めたいと思います。そしてものすごい激しい試合になるかと思いますので、そうですね、ファーストラウンドで試合の決着がつくのではないかなと思います。とにかく自分はノックアウトで目指して一生懸命頑張りたいと思いますので応援よろしくお願いいたします。以上、皆さんに報告を伺ってまいりました。選手の皆さん、ありがとうございました。ではここで主催者であります株式会社 FEG 代表取締役谷川 K-1 イベントプロデューサーが登壇いたします。拍手でお迎えください。では谷川プロデューサー、ご挨拶お願いいたします。はい、本日はお忙しい中、フィールズ K-1 ワールドマックス2010の記者会見にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。そして、ファンの皆さん、公開ということでたくさんお集まりいただきまして本当に嬉しく思います。ありがとうございます。本当に明日、代々木第一体育館でですね K-1 ワールドマックス行うんですが、本当に嬉しいことがいっぱいで、まあ、今回はですねフィールズさんをはじめ、本当にスポンサーさんがですね、非常にたくさんついていただきました。それだけですねもう本当にこの K-1 ワールドマックス頑張れっていうことでですね期待感が高い証拠なんじゃないかなと、まあ、こんなご時世ですねこんなに多くのスポンサーさんがついていただいたことにまず本当に心より感謝いたします。そしてさらに嬉しいことにですね本当は63キロの選手が今記者会見でも見た通りですね本当に非常に気合が入ってます。雅人君が私に言ってたんですけども、自分が10年間この K-1 マックスやってる間、その60キロ63キロの人間っていうのはずっと冷や飯を食ってたと、とっても悔しかったんだろうなっていうふうに言ってました。その思いがですね多分明日出るんじゃないかなと思います。でこの63キロは、まあ、ある意味本当に70キロでですね、日本人の選手はものすごく熱いです。そして明日初代のチャンピオンが決まるわけなんですが、本当に盛り上がっていい試合すれば来年すぐにでですね、この63キロの世界トーナメントを、やりたいと思いますんで、またヨーロッパから
そしてタイから、南米から強い選手たくさん出てくると思います。まあ、そういう意味でもこの63キロの第一歩が踏めるんじゃないかなというふうに思っております。それから明日は豪華で70キロの、大会もありますが、これも一つ一つです。私個人的にも本当に楽しみな試合ばかりです。今世の中ですね、本当に若い人、そして、まあ、本当に子供からお年寄りの皆様ですね、日本中がそして世界中がですねワールドカップにサッカーに、目がいってますが、この70キロの世界トーナメントも含めて明日の試合ですね、まあ、どっかで必ず、比較されると思います。サッカーより格闘技が面白いんだ、 K-1 が面白いんだということをですね、選手が見せてくれると思いますので、皆さん期待してください。本当選手の皆さんにはですね、すごいあんまり気負いすぎずに、空回りしないで、そして、なおかつもう皆さん分かっていると思うんですけど、格闘技のですね K-1 の凄さをですね、臨場で倒し倒されいい試合をしてもらえるかなというふうに思っています。まあ63キロの人にとってみれば初のゴールデンタイムということで9時から放送します。そして、全試合に関してはですね、スカパーのペーパービューさんの方で、全試合、オンエアしますので、そちらの方もぜひ見ていただければなと思います。解説はファイヤー原田さんがですね早くも今日、そこに座って取材をしてますので、とても楽しみな解説をしてくれるんじゃないかなと思いますけども、皆さんぜひ、明日の、超豪華な対決、そして何よりも選手のハートがですね、伝わってくるような戦いにぜひ注目してください。以上です。ありがとうございました。谷川プロデューサー、ありがとうございました。それではここで70キロに、試合に出場する選手にご質問をお受けしたいと思います。記者の皆様、先ほどと同じようにご質問のある方は挙手の上、媒体名、お名前を頂戴の上お願いいたします。いかがでしょうか。ご質問よろしいでしょうか。TBS の飯島と申します。アンドレ・ジラ選手にそうなんですが、ジオン選手の今日のファッションで感想をお願いします。Bom, respeito, né? Acho super bacana, ele representa um grupo aqui no Japão. Acho super bacana, acho que isso aí só tem mais brilho no evento, chama mais pessoas e é engraçado. Acho engraçado, mas na hora da luta eu tenho certeza que deixa a brincadeira de lado e faz a coisa certa.そうですね、長嶋選手の、この、なんていうんですか、カツラ決まってると思います。とてもかっこいいです。自分も認めます。かっこいいです。そして、まあ、彼はこのコスプレの、まあ、代表者ですから、私はそれをすごく尊重しますし、あと、まあ、イベントのですね、大会の PR にもつながりますので、プラスになると思ってます。まあ、でも試合が始まると、まあ、彼も真剣な表情に切り替えますし、本当に、一生懸命戦ってくると思いますので、すごく自分も期待しています。ありがとうございました。ジオン選手、キャラクターの説明はいいですか。質問がないんですがお願いします。いや、そこまで振られるとやらなければならないかなと思いました。僕の名前は薫、渚薫、君と同じ仕組まれた子供、フィフスジルレンさというわけで、新世紀エヴァンゲリオンの、渚薫です。どうもよろしくお願いします。なんか記者の方と質問が少なすぎるかなと思いますんで、ちょっと適当にでもいいんで作っていただけると助かります。ジオン選手、明日は入場も史上初の試みがあるということなんですが、そのあたり何か皆さんに教えられる部分があればお願いします。そうですね、明日ですけれども、まあ、IT と格闘技界、まあ、世界初のイベントをしたい、世界初の試みをやりたいと思います。まあ、このためにいろんな方が協力して、まあ、くださりました。
特に、まあ、IT って言ってわからないと思うんで AR という、まあ、アプリケーションというか技術を使ってですね、まあ、AR3 兄弟という、まあ、AR 界ではナンバーワンの、まあチームと一緒に僕の入場を面白いことにしますんで皆さん僕の入場はチャンネルを変えずそのままでよろしくお願いします。ありがとうございました。さあでは記者の皆様ご質問はいかがでしょうか。はい、では